知能システム科学分野の篠原です。我々の研究室では文字列処理、機械学習、ゲーム情報学などを中心に研究しています。ここでいう文字列というのは文字や記号の並んだものという意味ですので、計算機の上で処理するものは全てが文字列である、万物は文字列であると言っても過言ではありません。したがって文字列に対するさまざまな処理を高速かつ小メモリで行うことは、計算機で行う全ての処理に対する効率化につながります。楽しいですよ。機械学習は人工知能 AI の基盤技術ですが、我々は大量のデータに潜む傾向や法則を知識として抽出することを目指して、理論と応用の両面から取り組んでいます。できるということを示すには実際に作ってみせればよいのですが、できないということを示すにはそれを支える理論が必要となります。その両方向からのアプローチを目指しています。いいですよ。我々の研究室には私自身も含めゲームが好きな人たちが集まっています。強い AI プレイヤーを作ったり、対戦ゲームの必勝法を考えたり、ゲームの難しさを理論的に解明したりするのがゲーム情報学で、ゲームで遊ぶのとはまた違った面白さがあります。楽しいですよ。このような一見バラバラに見える様々な研究テーマについて、プログラミングが大好きな人たちが集まって緩やかに連携しながら熱心に取り組んでいます。楽しいですよ。まず文字列学について説明します。文字列学で扱う対象はその名の通り文字列です。この文字列というのはテキストだけに限らず、記号の列もまた文字列として扱います。例えばテキスト以外に DNA や数値列、バイナリ列などの幅広い対象を扱っています。そのような文字列に対しいろいろな処理を行うのが文字列学です。今回はパターンマッチングを例として軽くご紹介します。パターンマッチングとは、テキスト文字列から与えられたパターンをすべて見つけ、テキストの何番目に出現しているかを出力するものです。ここではこのテキストから ABC というパターンを見つけることを考えます。このテキストでは3番目と8番目から ABC が出現しているので、3と8を出力します。この問題を解くアルゴリズムの時間計算量と空間計算量を改善することが、このパターンマッチングの分野における目標の一つです。パターンマッチングの問題にはさらなる広がりがあります。一つのテキストに対して複数のパターンが与えられた場合や、データ圧縮されたテキストを展開せずに圧縮したまま検索を行う場合について効率的な手法が考えられています。他にもパターンと似ている文字列を見つけたい近似マッチングなどの応用問題もあります。パターンマッチングが様々な分野で用いられるように、文字列学の研究はあらゆる分野の下支えとなっています。社会に必要な土台となる部分であることが文字列学を研究する魅力であると考えています。次に機械学習の研究を紹介します。ここでは理論的な側面からの研究として、文字列というデータからオートマトンや形式文法という規則を学習するという研究について話します。文字列はプラスマイナスのラベル付きで与えられ、学習者はプラスの文字列を受理して、かつマイナスの文字列を受理しないようなオートマトンを学習することを目指します。例えば左の3つの文字列が与えられたら、プラスの文字列は A で始まり、マイナスの文字列は B で始まっているという規則が考えられるので、A で始まる文字列を受理するオートマトンを導きます。ここでさらに BAAB はプラスであるというデータが与えられたら、今学習したオートマトンは間違っていたとわかるので、新たな規則として A が偶数個現れる文字列を受理するオートマトンを導きます。我々の研究の目的は、このような学習者の振る舞いをアルゴリズムで実現することです。我々の研究では、学習という行いをモデル化し、アルゴリズムを開発しています。ここでは3種類の学習モデルを紹介します。1つ目の極限学習モデルは、ここまで説明してきたのと同じように、ランダムに選ばれた文字列がプラスマイナスのラベル付きで与えられます。学習者は文字列が与えられるたびに、今までのオートマトンが正しいかどうかをチェックし、もし間違っていたら新しいオートマトンを導きます。データを受け取り、オートマトンを出力するという処理を繰り返し、
最終的には完全に正しいオートマトンを出力することが目標です。2つ目の確率的近似学習モデルでは、ある固定された確率分布に従って文字列が選ばれ、ラベル付きで与えられます。確率分布を導入することでデータにノイズが含まれる場合を想定することができるので、より現実的な学習モデルだと言えます。データにノイズがあるので学習者は精度がいい、つまり近似的なオートマトンを高い確率で出力することを目指します。最後の質問学習モデルでは、学習者が文字列を選び、教師にそのラベルがプラスなのかマイナスなのかを質問することでデータを獲得します。このモデルは学習者が能動的に行動しないとデータが得られない場合を想定しています。例えばシステムがブラックボックスになっていて、その振る舞いをオートマトンで表現したいという要求があったときに、システムに対して文字列を入力してその出力をラベルとすればデータを獲得することができるわけです。以上のように学習モデルを選ぶ、もしくは新たに作った上でアルゴリズムを構築し、その正しさを証明するところまでが研究ですので、機械学習に関して数学的に厳密な議論ができるところがこの分野の魅力だと思います。最後にゲーム情報学の研究を紹介します。研究対象となるゲームは主に1人ゲームと2人ゲームに分けられます。1人ゲームには例えば覆面算やナンプレなどがあり、解が存在するかや効率よく解けるかということを研究します。2人ゲームには例えば三目並べや将棋などがあり、先手必勝か後手必勝かの判定や最適な戦略などについて研究します。他にも3人以上で行うゲームについても研究されています。これらのゲームについてどのように研究するか、いくつかの具体的なアプローチを紹介します。一つ目は理論的に解く場合です。ゲームの性質を利用して最適な戦略を考えたり、どちらが勝つかを判定する条件式を見つけたりします。二つ目は探索で解く場合です。効率のいい探索アルゴリズムを考え、そのプログラムを実装してゲームの勝敗を確かめたり、強いゲーム AI を作ったりします。三つ目は解けないことを証明する場合です。計算量やメモリ効率の観点で一定以上は良くならないということを証明します。篠原義中研究室ではこのように様々な研究を行っています。興味を持ってくれた方はぜひ研究室へ遊びに来てください。ご清聴ありがとうございました。